クラシック第一巻を前に素質馬たちが相まみえます。ゲートが開いて飛び出した11頭であります。2番レッドテリアスがちょっと立ち遅れ、さあ先行争いであります。ダノニエアグロック、先頭3番シバルツクーゲル、そしてその後ろからシンゲンペラー、それからもう1頭西のフィアンス。11頭が第1コーナーに向かいます。それから4番エコロレイズ、そして6番手に6番ドロバトーレ、内を通ってアドミラルシップ、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それからもう1頭8番シリウスコルト、その後ろでやりましょうか。10番ファビュラススター、これと一緒にコスモキランダ、一番後ろにレッドテリオス。もう一度整理しましょうか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はシバルツクーゲルであります。ダノニエアグロック、黄色い帽子にご注目ください。これが一番人気のシンゲンペラー、西のフィアンスがその後ろ、さあ第3コーナーに差し掛かります。エコロレイズ、そしてそのうちにアドミラルシップ、トロバトーレが並んでいます。シリウスコルト、外を通りまして10番ファビュラススター、そのうちからは7番コスモキランダ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。シンゲンペラーは3番手といったあたり、先頭シバルツクーゲル、しかし差はそれほどでもない。外から懸命にダノンエアグロック、2番手にダノンエアグロック、このまま粘れるか。シバルツクーゲル、ダノンエアグロックが差を詰めてきた。外からファビュラスター、これは半シーレースになりました。おーっと内をこじ開けてドロバトールだ、1着ファビュラスター。感じだね。1着当番、2着6番、3着5番。さあ飛び出した11頭、7番コスモキランダ、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。果たして何が行くのでありましょうか。シバルツクーゲルが先手を取ります。それからダノニエアグロック、これが一番人気の5番シンゲンペラー、それからアドミラルシップ、そしてその後ろから西のフィアンス、それからもう1頭ドロバトーレ、その外8番シリウスコルト、レッドテリオス、4番エコロレイズ、外を通って10番ファビュラススター、それから離されましてコスモキランダ。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、ダノニエアグロックが先頭です。シバルツクーゲル、差が開いて5番シンゲンペラー、そして外からは1番アドミラルシップ、6番プロイバタイ、ドロバトーレでやります。ドキドキしますね本当に。その後ろでやりましょうか。西のフィアンス、そのうちに8番シリウスコルト、それからもう1頭2番レッドテリオス、そしてその後ろから4番エコロレイズ、ファビュラススターが並んでいっています。7番コスモキランダ、これがしんがりでやります。ダノニエアグロックがレースを引っ張るようになりました。これを追って3番シバルツクーゲルでやります。さあものすごい歓声の中山競馬場、シンゲンペラーは4番手といったあたり、先頭ダノンエアグロック、しかし差はそれほどでもない。シンゲンペラーが差を詰めてきた。シンゲンペラーが3番手、これは半シーレースになりました。シンゲンペラーここで先頭に躍り出る。先頭川田とシンゲンペラー、シンゲンペラー1着、1番人気に見事応えました。まあ当然の結果だよね。1着5番、2着6番、3着8番。さあ飛び出した11頭、まずまず揃って飛び出しました。さあ外が行くのか内が行くのか。先頭に立ったのは9番ダノニエアグロック、シバルツクーゲルが追いかけます。そしてその後ろから5番シンゲンペラー、それからレッドテリオス、1番アドミラルシップ、西のフィアンスが並んでいます。そして内からは6番ドロバトーレ、4番エコロレイズ、その外に7番コスモキランダ。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、その後ろでやりましょうか。10番ファビュラススター、それからもう1頭8番シリウスコルト。もう一度前から整理してみましょうか。これが先頭ダノニエアグロック、それからもう1頭シバルツクーゲル、1番人気のシンゲンペラー、川田騎手どのあたりで動くんでしょうか。2番レッドテリオス、そして外からは1番アドミラルシップ、西のフィアンスがその後ろ、そのうちに6番ドロバトーレ、4番エコロレイズ、外を通りましてコスモキランダ、そしてその後ろから10番ファビュラススター、内から1頭シリウスコルト、9番ダノニエアグロックがレースを引っ張るようになりました。中山のスタンドが揺れています。
信玄ペラーは3番手といったあたり。さあこれから坂、信玄ペラー懸命に追う。3番手に信玄ペラー、頑張る頑張る。カノンエアズロック、ここからどう伸びるか。西のフィアンス外を通って、西のフィアンス、これはハンシーレースになりました。内を通ってシュバルツプーゲル、外をついて西のフィアンスが来ている。内か中か外か。この馬はいい調子だね。1着9番、2着5番、3着3番。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。さあ先行するのは何か。9番ナノニエアズロック先頭、これを追って3番シュバルツプーゲルであります。黄色い帽子にご注目ください。これが一番人気の信玄ペラーであります。そしてその後ろから4番エコロレイズ、外を通りまして11番西のフィアンス、そしてそのうちにドロバトーレ、レッドテリオス、その後ろでやりましょうか。アドミラルシップ、シリウスコルト、そのうちにコスモケランダ、10番ファビュラススター、これがしんがりであります。さあ前の方はどうなっているのか。先頭は依然として9番ダノニエアズロック、もう一頭3番シバルツクーゲル、そして一番人気の信玄ペラー、なかなかいい感じ。その外エコロレイズ、そして5番手に11番西のフィアンス、そのうちドロバトーレ、レッドテリオス、そのうちからは1番アドミラルシップ、そして外からは8番シリウスコルト、コスモキランダがそのうちにいます。そしてしんがりからファビュラススターであります。先頭を行くダノニエアズロック、カンバシンリード、そしてもう一頭3番シバルツクーゲル。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。赤い帽子シバルツクーゲルが先頭、信玄ペラー懸命に追う。さあ先頭はシバルツクーゲルが2馬身リード、シバルツクーゲルが抜け出した。コスモキュランダ懸命に追う。このまま粘れるか。シバルツクーゲル頑張る頑張る。西村とシバルツクーゲル、おーっと外から何か突っ込んでくる。コスモキュランダ来たぞ来たぞ、一着シバルツクーゲル。1着3番、2着1番、3着7番。